皆さんこんにちは、深田です。水文学特論っていう授業があるんですけれど、そのためにちょっと動画を撮っています。これは低水位陶水試験って呼ばれている陶水試験になるんですけれども、ここの部分に100立方センチの円筒容器があって、その中に鳥取砂丘砂が詰まっています。で、水に沈めてあって、水で飽和している状態になっている。資料からこう円筒が伸びてて、ここに水が張ってあります。で、その水位は、こっちのマリオットタンクって呼ばれている水位を一定に保つ装置によって保たれている。多分ね、今水位がこの辺りにあると思います。資料が沈んでいる水の水面は今ここにありますね。この水面はこのチューブを使ってここの高さで調整されています。ここから水がポタポタ落ちてますよね。このタンクからここに水を供給して、鳥取砂丘砂を通じてこちら側に水が流れるっていう、そういう仕組みになっている。ここの水位差がどれくらいの勢いで水が流れているのかっていう、まあ、流量ですけれども、それと関係している。で、今から、いくつかの項目を設定して、その値を測っていこうかなと思います。入り口の水面の高さ、それから出口の水面の高さ、流出量ですね。まあ、受け皿を用意しといて、例えば10分間で何グラム水が落ちましたっていうのを質量で測っていこうかなと思います。なんでここでコポコポって言ってると勢いが同じになるんですか？管の先から空気が入ってきて、管の中で空気がどんどん詰まっていって、で、先っぽのところでちょうどいっぱいになる。そこが大気圧の限界というか、先っちょのところになる。さらに大気圧が管の中に入っていって押し出されるとコポコポしだす。ここのところにそのコポコポした空気が溜まって、コポってした分だけここから水が流れていく。今このコポコポって言っているこの部分まで空気がこう降りてきているっていうことは、ここが大気圧になっている、自由水面がこの辺りにあるっていうことと同じになっています。この管を通して外側に大気圧に開いている容器に水面を作ると、この辺りに水面ができるんですね。ここに水がたくさんあるんだけれど、ここが上がっても下がっても常に外側の水面はここのコポコポって言ってる先の位置で保たれているっていう、そういう装置になってるんですよ。シンプルなデザインだけど使い勝手がいいので、よく実験では使われますね。この発想力は欲しいですね。おお。はい、じゃあ実験結果を見てみたいと思います。H1 は上側の水位、H2 は下側の水位、この差ですね、これが 1.8 センチの時に480秒、つまり8分で 35.50 立方センチ、まあ測定の時はグラムで測っていますけれど、 35.50 グラムの水が流れましたよっていうことですね。まあ、1秒2秒くらいは誤差があるかもしれないです。質量の測定も1滴2滴分くらいは違うと考えると、この50のあたりはもうちょっと揺らいでるような数字かなと思いますね。あとこの 1.8 センチも、こちらの高さとこちらの高さを、定規を当てて測ってるから、1ミリ2ミリくらいは違ってる可能性があります。流出量を、時間で割ると1秒間で何立方センチ水が出たかっていう流量になる。 35.50 を480で割ると 0.074 っていう数字を得ることができます。マリオットタンクの位置を上げたり下げたりして、およそ 0.9 から 3.3 センチの水位差でもって水を流しました。で、測定時間はだいたい4分からこれは10分、さっきの実験結果を一つのグラフにまとめたもので、横軸が水位差で縦軸が流量ですね。流量が H1-H2 の線形な関係になっている。
もうちょっとこうまんべんなくデータが散らばればよかったんだけど、ちょっとこの辺り集中して測っちゃったから、不十分かなと思いますけれどもね。 H1-H2 が、ある程度大きい状況ではこの 0.025 っていうものを無視してもある程度流量を正しく推定することができそうですね。この辺りじゃなくてこっちの方でこの式を使うことができれば、そういう状況では純粋に流量が水位差に比例するっていう関係が言えるかと思います。こういうのをね、ダルシーの法則って呼んでいますね。実験では確認しなかったんですけれど、流量と矢量の長さ、矢量の長さに反比例するっていう関係式が用いられます。これとこれを組み合わせると流出量が L 分の H1-H2 に比例するみたいになって、 L 分の H1-H2 っていう量を導水勾配とかって呼んで、水を流す勢いみたいなものと解釈することができます。ちょっと話戻るけど、この実験結果をこちら側までこう下げて推定していくと、ある程度の水位差が存在しても流出しないみたいな結果になりそうなんですけれど、確認はしてないですよ。でもどうなるでしょうね。どうなると思います？そのまま線が伸びるんじゃないですか。流力って言うんですかね、流す力、流す力よりを邪魔するような何かがあればあり得るのかな。なるほど、そうかもそう、流す力があるけれど流れを邪魔するような何かがあるがために、まあ、流れにならないっていうことなのかな。なんかこういうところでダルシーの法則を使うのと、ここら辺でダルシーの法則を使うっていうのはなんかきっと違うんでしょうね。じゃあ実験結果を使って導水係数っていう量をちょっと計算してみようかなと思います。今 H1-H2 をデルタ H って簡単に書くことにします。 0.025 をまあ無視して純粋な比例関係が使える状況だけ考えてみようかなと思います。ダルシーの法則はよく使われるのはこの形かなと。 V イコール A 分の Q っていうふうに置く。 A は矢量の断面積ですね。流量を矢量の断面積で割ったものをフラックスって呼んでいます。で V イコール KI で、この K を導水係数、 I が導水勾配と呼ばれる量で、 I は L 分のデルタ H、まあ、どちらも長さの単位を持っているので導水勾配というのは無次元の量ですね。一方で流量は立方センチメーターを秒で割ってる。それを断面積で割るのでフラックスはセンチメーターパー秒、速度の単位を持った量になります。導水勾配が無次元の量になっているので導水係数もフラックスと同じ次元を持つことになりますね。K イコールで書き直すと A 分の Q かけるのデルタ H 分の L。 実験結果から Q イコール 0.061 デルタ H、 断面積としてはおよそ 19.6 平方センチメーター、 L は円筒容器の長さでおよそ 5.1 センチ、 0.016 センチメーターパー秒。こんな風に書かれることもまあありますね。データ分の K かける L 分のデルタ P、 これは圧力の単位で表されています。パスカルの次元を持っている。デルタ H とデルタ P の関係知ってますか？その単位面積あたりにかかる力ですよ。単位面積あたりにかかる力、その通りです。力ってそのままデルタ H になるんですか？いや、ならないですね、でも考え方としては合ってますよ。こういう、まあ、水の柱みたいなものがあったとして、この面が、この水の重さによって、まあ、力を受けるわけですけれど、断面積1平方メーター、高さデルタ1メーターの円柱の持っている水の自重重さ、重さ密度にデルタ1かければ
ほうほうほう。この円柱の体積が 1×ΔH 立方メーターで、それに水の密度、例えばロー W みたいなものを掛け合わせればキログラムに、この水の質量が持っている力、重力加速かければいいんです。水が持っている重力は、この質量に、重力加速度 G をかければいいですよね。ニュートンの単位になる。これを、1平方メーターで割ってあげれば圧力になるから、ロー WG デルタ H っていうものがこの場合デルタ P です。あと一つ、このエータっていう、水の粘性係数って呼ばれている量で、10のマイナス3乗パスカル秒。この場合このラージ K っていうものが等水係数になるんだけどね。どれだけ土が流れやすいかっていう土の構造で決まる量だと考えられます。このエータ分の K みたいなものがこっちだと一つの量で入っちゃってるんですよね。今メーター単位で考えてるから、フラックスはメーターパー秒、L はメーター、それからデルタ P はパスカルの単位を持っている。ですので K の次元は V の次元にエータデルタ P 分の L の次元をかければいいので、メーターの2乗、こちら側で表された等水係数は何かスケール、長さの2乗の次元を持っていて、土壌の構造を表すなんか一つの指標みたいに考えることができますよね。これイコールこっちで等式にして、ラージ K イコールで書いておくと、スモール K× ロー WG 分のエータ。水の密度ってどれくらいなのか知ってますか？いや、ピンとこないっすね。あー、ほんまに。例えば1立方センチ、1センチ1センチ1センチのキューブの水って何グラムですか？1グラム。1グラム？知ってるじゃん。これをキログラムとメーターの単位で表すと、1000キログラムパー立方メーター。つまり1メーター1メーター1メーターのキューブに水がいっぱい入ってたら1トンです。重力加速度は 9.8 メートルパーセコンドセコンドでした。メートルパーセカンドセカンド。はい、セカンドの2乗。加速度ですからね。1秒間に、どれだけ速度が増すか。っていう考えなので、メーターパーセックの事情ですね。10のマイナス3乗を10の3乗で割って、なおかつおよそ10で割る。これはざっくり計算するなら、スモール K に10のマイナス7乗をかけるぐらい。私たちの実験結果によると、鳥取砂丘さんの等水係数は 1.6×10 のマイナス2乗センチメーターパー秒だったから、メーター単位に変換すると 1.6×10 のマイナス4乗メーターパーセック。1メーターが100センチですからね。これに、10のマイナス7乗をかけるっていうことは、10のマイナス11乗メーターの2乗みたいなものになる。なかなか想像しづらい量ですかね。もし10のマイナス12乗のメーター2乗だったら、これのルートを取れば10のマイナス6乗メーター、マイクロメーターになるのかな、なんかそれぐらい細かいものだっていうような数字になってますね。ルート K ってことです。そういうことですね。 K は、等水係数、等水係数は水の通しやすさみたいな感じでいいんですよね、マイクロメートルぐらいの水の通しやすさが鳥取砂丘さんにはあるってことなんですか？この長さが具体的に何かの長さを表してるってイメージできればいいんだけど、例えば間隙をこう細長いパイプがこうくねくねしたものがこう集まったようなものと考えた時に、このパイプをまあ代表するような径の大きさと考えてもいいかもしれないけど、ここまで来るとなんていうか、あまりにオーダーの話っていうか、絶対的ななんか数字として用いるのは難しいかもしれないけど、例えばもっと流れにくいもの、そこら辺にある畑の土とかは飽和等水係数はもっと小さいですよね。
それは、この数字がもっとちっちゃくなるってことになる。でもっとちっちゃいっていうことはもっと細かいところを水が流れてるんだよっていうイメージと、まあ、リンクはしてるけど、そんな風にしてこの数字を捉えることは可能かと思います。じゃあ今週は終わりましょう。お疲れ様でした。